ピアスの穴臭すぎ。どうもよろしくお願いします。お願いします。あのね、夏場ピアスの穴開けた時は絶対臭なりますんで気をつけてください。はい、まあ僕はね、もうピアス開けてからもう5年ぐらい経ってるんで大丈夫ですけど、もうホールが完全に出来上がるまでは絶対どんだけ美女でも臭いね。どうもよろしくお願いします。今日は久しぶりに何撮りますか。ナイトルーティン撮っていきたいと思います。よしお願いします。はい、今日はね、普通にまあ昼夜逆転今してないんで、普通にこれから休日の、20歳ラストのね、ナイトルーティンを撮っていけたらなと思います。撮っていきたいと思います。イエーイ。おー、じゃあまずご飯ご飯紹介していきたいと思います。おなかすいた。すき家。すき家、この世で一番うまいもの、すき家です。で、今回頼みましたんは食べるラー油とメンマと牛丼が重なった新発売のやつとカルビ丼チーズ。あ、あたいはオム牛丼。何、じゃあ食べていきたいと思います。はーい、いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。いつもすき家は絶対2つ食べるようにしてます。してますって何の強制みたいな、うん、義務みたいなって。ただ気持ちが食べたいだけ。うん、ちょっと先に食べ終えてんの。何ので、2つ食べることに。あ、すき家の店員さんも1個しか買わんかった時は、うん、体調悪いんですかって聞いてくる。聞かんよ。いや、ほんまにほんまに聞かんよ。どんだけ親しい仲やね。絶対2つ頼むようにしますので。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、こんだけ残ってます。毎回毎回、カルビ丼の方は8割残して、牛丼の方は5割残します。で、13割残した状態で、朝また食べます。13割残すのが大事ってこと。13の法則って聞いたことある。はい、こんな感じで、まあ、ご飯終わります。はい、で、次にいつも汗かいてんの。え、汗かくのもルーティンやもんね。汗かくの時になります。10月後半で汗かくやつ。10月後半、半袖、ランニング、汗かきます。はい、じゃあ次、終わりましたら次は、家族と触れ合う時間です。そうです、まずはいちいちゃんと触れ合います。なんかベタベタしてるっていうのをルーティンです。いつもこうやってキュートした時ベタベタしてる。これを毎回やってますね。うん、はい、じゃあまずサムちゃんから。こんにちは、サムちゃんです。サムちゃんはまだ机に降りてはいけない時期なので、僕の膝の上で生活しています。で、1回ニャンと泣くごとに、ご飯を抜いております。そんなことない。3回泣いた瞬間に、1日食事抜きたい。赤ん坊の頃からね、しつけすることが大切と聞いたので。厳しすぎるやろ。聞いてください、この音。ずっとぐるぐるやって。そうなんですよ、こうやって甘えてくれるんで、ほんまね、夜中中グーって言ってるんで、うん、暴走族総長っていう。暴走族総長、名前。はい、嘘やろ。いや、名前にしようと思ったんですけど、さすがにね、女の子なんでやめます。いやいや、うん、ペットの名前暴走族総長でね、他の人も多分読みにくいと思うんですよ。うん、暴走族総長って仲いいしっていうのもあります、ね。うん、だからサムちゃんです。サムちゃん、おとなしい子でしょ。もっと暗いとこ行ったら瞳孔開いて可愛いんだけどな。今ちょっと明るいんでね、目がちょっと怖いです。可愛すぎてね、編集はかどらないです。だから YouTube やめた時はこの子のせいと思ってください。おい、寝そうなんて。寝そう。はい、お名前は。お名前は、白米でございます。まだって言います。まだね、あんま定着してないんだよ、自分でも。どうも。白米くんもね、よくな、甘噛みします。また濃いの、うん、甘噛み1回につき水の量1リットル減らしてます。どういう、はい、めっちゃ厳しいよ。では、泣かないよ、自分のために。怖。はい、じゃあ次はですね、嘘ですよ、全部嘘ですよ。でね、さっきね、ちょっと脇見たところですね、なんか黒い服着てたんで、黒いカスみたいなのついてて、見せれないんで白い服着替えました。はい、じゃあ次はですね、今みたいに家族4人で戯れた瞬間、その後スキンケアを寝る前にしていますので、それをね、していきたいと思います。思います。開始。まず自分は化粧水をこのコットンにします。はい、500円玉ぐらいの大きさに垂らして、こうやって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 やっていく。はい、次乳液乗せてこうやってやっていく。でこう全部、これでスキンケアは終わりかな。でいつも肩もみします、ここから僕が。そうで肩もみ。うわ、マジかよ、ちょっと気持ちいいや。
ふんきん。やばい。うまい。こいつマッサージ師目指した方がいいんちゃうん、YouTuber やめて。うまい、こいつ。肩には、右肩に大体1570個のツボがあって。え？あります。もあります、あります。で、左には2323個のツボがあります。え、そのもう3000何ツボあるよ。体全身で110万ツボあるから。そうなん？あります、あります。え、やば。すごい体は。ツボだらけ。だからツボ人間。結局俺らってツボ人間かツボ人間じゃないかの2種類の人間に分かれるから大体。でも結構偉いさんなのはツボ人間が多いみたいな感じで、いつもあのガチでマッサージしてます。いつもこれほんまね、気持ちいい。あとは寝るだけかな。もう1個前ぐらいお風呂入ってで、まあスキンケアかな。うん、じゃあとりあえず、今から寝ていきたいと思います。一回あっち行きましょう、はい、カメラも。おいおい、待てよ、気になるやろこれ。視聴者が気になるやろこれ、このあずっとずっとなってるか？からつけてたの気になるやろ。え、視聴者気になってないやろ。気になるでしょ。てか横に寄ったら絶対気になるやん。いや俺は気にならへん、だってルーティンやん。確かにこれ気になる。気になるこれは。気になるやろ。なってる人おった？気になってた人手挙げて。気になってた人手挙げて。1234567789、めっちゃ気になる。10111213141516。一回で上げて、一回で手上げて、パッと上げて、17182020212123、すごい、24。どっちやねんだよ、手上げ目やって上げる、ちゃんとしろ。ピッて上げて、ちゃんと肘まで手上げて、28292930。全員やんけ。おろしいよ、おろしいよ。すげえ、全員気になってたんかい。気になります。全員なってた。 なるんやったら紹介します。紹介しまーす。まあ、まずこれ、皆さん気になってた、30人が気になってたクラス全員やな。ボミーニコベルトって言います。たったらー、どれものまねして。ボミーニコベルト。前さ、コウくんがさ、ダイエット動画出してたやんか。うん、前コウくんがダイエットしてた時の動画でさ、足痩せマットあったよ。うん、あれの顔用これ。あーで、これ、2年で約20万個も売れてる。これ2年で20万個も売れてるボミーの新シリーズでございます。イエーイ。で、これリフトアップに最も重要な筋肉を、左右8箇所から電流を流して刺激して収縮してくれます。これね、こんな感じ、こういう感じの、わかる ?8 箇所で、これはめるやんか、フェイスラインにはめ込んで、でこの8箇所から電流が流れてくる。ブイーンって。保湿が十分にできるフェイスパックをつけながら使うとより効果が実感できますということで、ちょっと待って、みんな白いやつね、青緑、黄色の3つのモードを使い分けながらフェイスラインを引き締められます。これ青色今つけてるんですけど、青はフェイスラインに最も重要な筋肉を刺激収縮するモードでございます。うん、ここフェイスラインに最も重要な筋肉を縮めてくれるから多分顔がちっちゃくなるって感じかな。うん、ってなる。はい、次緑。見た？緑はエステティシャンがお肌を叩き上げるタッピングの振動情報を参考こうにしたモードでございます。タッピングモードね。だからトゥトゥトゥルルルルルルです。エステティシャンがもうここにおる。エステティシャン住んでんねん、ここ中に。で、みんなこうやって叩いてんねん。そう、縦に住んでます。はい、それが緑ね。はい、次黄色。黄色見えた？うん、黄色は見る？こっちも効いてるのよ。黄色はですね、美顔ローラーで得られる効果を参考にしたモード、一番おすすめでございます。なんかこう分かるからね、ヒッフヒッフヒッフみたいな感じでくる。でも全部痛くないです。5分間の使用でコロコロ小顔ローラー約150往復分の筋活動量だと言われています。これだけ高価格なニコベルトが、低価格で手に入ります。これはなんと今回15,001円切らせていただきました。15,000円です。やった。あとですね、前に紹介した美脚効果があるマットと、はいはい、二の腕に効果があるアームコントローラーっていうのもありましたね。ほうほう、その3つ合わせてお得なセットで売ってるんだそうです。はい、しかも今なら30日間の返金保証がついていたり、リピリカっていう化粧水も1本ついてきます。ありがとうございます。素晴らしいでございます。みたいなことをルーティンでやってます。この、この説明も毎日夜晩してます。そう。寝る前に、うん。すごい、俺も青やってみるわ。
ていうこの説明も相まってますね。というわけで、はい、気になる方は概要欄に URL 貼ってるのでぜひ見てみてください。ぜひ見てみてください。この動画がいいやと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、青いボタン、ボミよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニコベルトもよろしくお願いしますね。じゃあバイビー。